校1回だけした。資格ってマジないな。秘書検定取ったわ。え、てかラスイン引退ってかそもそもなんかあれじゃなかったっけ、あの徴兵でもモチベーなくなっちゃって辞めるみたいなの実はね。兵役じゃないの。そう、モチベーなくなっちゃったみたいな。大変やな。そう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 。友達、兵役戻ってきても遊んでほしい。日本来れば逃げれるとかないの。いやーってかね、なんかあれらしい、やっぱその日本戻っ、日本仮に来たりとか、まあなんか回避する方法は何個かあるらしいけど、回避するとクソ叩かれるらしい。だから結局みんな行くらしい。やっぱり結局なんかそのアイドルとかでさえもやっぱ回避したらバカ叩かれるから、だからもうみんな行くらしい。どんだけ人気のアイドルとかでも、まあけどそりゃそうだよな。みんながだって国の義務としてさ、国民の義務としてやってることをさ、なんかズルして回避しようとしたら、それは普通にキモって思うよな。なんかそれこそ別にわかんないけど、税金払ってない芸能人見たらお前らムカつくじゃん。それと一緒だよ。それは知らんわ。多分税金と同じか。と思うけどな、俺は。上級国民さん案件。と思うけど。どうなんだろうな。なんか犯罪じゃない方法でもさ、税金をさ、回避する人はいるじゃん、例えば。ちょっと周りの人から見たら、正直それずるじゃないみたいな節税対策とか取ってる人とかいるじゃん。そうそう、から、そういうので言うと、やっぱりあるんじゃないでしょうか。社会的に生きていけないレベルなんやろな。なんじゃない？知らないけど。からみんな行くんでしょ。じゃないと絶対やめる、行かないでしょ。ラス戦場でよっしゃ、爪痕とか言ってんのやだな。言うわけねえだろ。てか、どんな感じなんだろうな、その戦場とかってね。わかんないけど、実際韓国のってガチガチの戦地では多分ないだろうから、多分マシなんだろうけど。まあけど、戻ってきたらやんじゃないの。また、完全に、あれなの、引退なの。てか、何もそんな表明してないよな。労働でしょ。多分、別に何もツイートしないもんな。引退しましたみたいな。分かった。あ、多分、普通に戻ってきたらやんじゃないの、また。知らんが。兵役ってどのくらいかかるんだっけ。ラスっていくんだ。2年だけどね。なんかインクルードとかも特例的に途中でなんか一回なんか抜けてたりしてたよな、確か。よくわかんないけど、インクルードとかなんか抜けてなかったっけ。なんかわかんないけど、途中でちょっと早く戻ってくるみたいな。なかった。なんかね、帰ってきたみたいな言ってたよ。なんか、一時的にどうのこうのしたとか、なんか、またなんちゃらが認められたみたいなって、戻ってきてたから、多分なんかそういうのあんだと思う、多分。インクルードの研究がまた聞きたいよ。なんか、3週間とかの単位で、行けなかったりもするし、まあ、場所にもいいんだろうな、多分。まあ、けど多分そっちにしろ、おそらくだけど、まあ、わかんない。これに関しては、ラスの心の中はわかんないけど、まあ、俺がもしも仮に競技シーンをやるとしてね、競技シーンに集中できない環境だったら、ちょっともう普通にやらないんじゃないかな、やっぱり。それで勝てなくなるのも嫌だし、やっぱりずっともう、なんかやっぱ兵役のこととか、なんか別のこと、なんか悩み事がある状態で何かに打ち込むって無理だから、そう、多分きついんじゃない。だからそういう中途半端の状態ではやらないんじゃない、多分。しんどいでしょ。まあそれを関係なく両立するような人もいるかもしれないけど、もしかしたらどうにかうまい方法を使って、まあ、そういうことらしいよ。ストサバとか見てると競技じゃなくてストリーマーでもやっていける。イカ役、確かに普通に配信して嬉しい。ああラスが、ああてかまあ帰ってきても配信は絶対するでしょ。悲しいな。日本が知ってる韓国人ストリーマーのもう一番なんていうのか代表格みたいな存在じゃん、多分今は。まあケイシさんもいるだろうけど、なんかやっぱ認知度的に言ったら、やっぱりラスって一番知ってるやん、みんな。やっぱエイペックスあんだけ日本で流行ったんだから。特に。見ない俺ですら知ってる。テレビにも出てるし、クアの顔だし。特にあのね、やっぱ CR の顔だし、まあエイペックスはなんか本当にえぐいレベルでやっぱ流行ったからね。そういう意味で言うとやっぱラスはかなり有名なんだよ。配信続けてほしいな。日本の韓国人配信者で一番有名説ある。ね。と思うしな。イカちゃんともコラボしてるし、もしたね。あとめっちゃ日本語前ね。ラスを見てて思ったのは、話しててああすごいなって思ったのは、そのノリを把握してる感じがする。すごい。これに関してはマジで叩くとかじゃなくて当たり前なんだけど、やっぱ日本語が上手い韓国の人とか、もしくは日本語の上手い他の海外の友達とかっていっぱいいるんだけど、知り合いとかにも。けどやっぱりね、ノリが分かってないからなんかむずいんだよね、やっぱり。こう
会話とかが普通にゲームしてる分にはいいんだけど、それこそ例えばストリーマーのなんか GTA とかああいうのやった時にやっぱノリが違うからなんか変な感じなんだけど、なんかその中で一番なんかスッと入ってくるというか、強めに言っちゃうこととかあるよね。そう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 、強めに言っちゃったりとか、そう、まあ、当たり前なんだよそんなもん。だってこっちのニュアンスなんて絶対伝わんないじゃん 100%。 だから俺らの中でさえさ界隈みたいなのがあってさ、ノリが違うのにさ、国も違ったらさ、そうノリとか分かるわけないのに、そうなんかラスはめっちゃそれ把握してる感じがするから。まああとケイチさん、うん、だからそれはね本当にすげえなと思った。この前だからアークでやってた時にあすごいなと思って、それめちゃくちゃ思ったな。まあ、ケイジさんはちょっとなんかすごい大人な感じがするか、なんかちょっと若干俺の中でこうあれだけど、殿堂入りというかランキング外だけど、うん、殿堂入りしちゃってるから、なんかちょっとなんか俺の中で比較対象いないけど、うん、なんか自分が英語でストリーマーの英語のストリーマーの人たちと混ざってなんか話してるから絶対無理だなと思ったしな。韓国の人ってなんであんな日本語うまいんだろうな、みんな日本の英語教育がとかなんたらかんたらだかとか言うけど、いやそれにしてもだろうと思うんだよな。にしてもちげえだろうと思うけど、すごいよなね、トリリンガルだよな。韓国の人ってとりあえず英語はできてかつ日本語もできるみたいな。あどうなんだろうね、文法の問題なのかな。いやけど日本語と英語はさ全然文法違うじゃん。けど韓国の人は日本語も英語も話せるじゃん。あれすごいよなマジで。そう、ツナさんとかもさマジですごいよ本当に。本当にめちゃくちゃナチュラルだし。そうなんだ。すごいよな、あの人たち。どうなってんだろうね、あれ。教育なのか何なのか分かんないけど。韓国語と英語も近いと聞いたんだが、もしや中間地点。そうなの？韓国語と英語で使う音は似てるらしい。ああ、音か。イメージある。気のせい。いやーけどやっぱ韓国の人たちってさ、学歴社会が多分日本の比じゃないらしいじゃん。だからやっぱあれなんじゃない？マジ勉強は本当に我慢じゃない？ね。もしかしたら単純に勉強量が違う可能性はある。シンプルに。その可能性はあるかもしれない。だってあれでしょ？受験の日にさ、警察全員出動するでしょ？なんか。で、遅刻しそうな学生とか行ったらパトカーで送ってくれるでしょ。やばいよな、普通に。そういうレベルなんでしょ、あれって。タクシーとかも出るらしいね。ね。タクシーとかも全部出て。乗せたりね、え、マジでそれぐらいやばいらしい。トップ層だけ説もある。本気度が。度が違う。うん。韓国の受験で落ちたら人生終わりだからな。人生積む。いや、別に終わりではないだろ、別に。終わりではないだろうけど、いわゆるその、エリート街道みたいな。やつは厳しいんだろうね。裏口入学バカ叩かれるらしいな。まあ別に裏口入学が叩かれない国はないだろう。それで言うとそもそも韓国で良い大学入れなかったらチキンやかプロゲーマーになるしかいかなく。なるほどな。逆にこれに関しては俺じゃなくてなんだっけ、ケビンイングリッシュチャンネルが言ってたけど、なんかマジ高校受験電話一本らしいな、あれ。ケビンイングリッシュチャンネル枠とかあるのか。うん、俺らがこうやって受験やってんじゃなくて、ケビン・イングリッシュ・サンデルが言うには、こうやって携帯で「はーい」っつって「次年度あなたの学校に入学したいと思ってるんですけど」っつったら「分かりました、これからよろしくお願いします、また資料送りますね、よろしく」っつって「何々決めたわ」みたいな、うん、って言ってたよ。本当かなあれ、マジであれ本当なのかな。ねえ、だからその代わりなんか卒業がむずいみたいな。いや、なんか卒業がむずいらしい、シンプルに。なんか卒業ができない可能性があるみたいな。な、日本と逆だし、日本はまあ入学さえしたらまあ卒業簡単なことがほとんどだけど、まあ卒業もむずい学校もたまにあるけど。まあ確かにな、学びたいところで学問学んで、でまあ就業証書をもらうのが難しい。ちゃんと本当にそこで一定のレベルまで達した人間しか就業証書できないから、だからどこどこの大学に出た人は信用できるっていう漢方があるっていう、もう非常に合理的な。資格と全部一緒だよな。うん、まあそっちの方がなんか本来な感じがするよな、確かに。うん、
けどそれしたらお前ら人生の夏休みと言われる俺らの大学4年間消えるけどいい。まあ別にもう消えてくれていいけどな、俺らの人生の4年間終わったし、うん、人生の夏休み4年間終わったからもう若い子たちは別に何でもいいけどもういいよな、うん、もう終わったからいいんだよな俺たちは。俺を高めてくれるならそれでいい。かっこいいな、竜みたいだなお前。海外事情ってどうやって信憑性確認したらいいかわからん。まあ確かにな、わかる。海外事情ってどうやって信憑性確認していいかわかんないよな。俺もそれは思う。だからその話もらしいよ。だからうざの嘘の可能性は全然ある。これあくまでらしいよ。だからそうなんだよね。この国の言語でグーグルとか